家ならいざ知らず、我が家ではこうありたい。納豆を美味しく食べるには、納豆を美味しく食べるには、1に材料、2に手順、器に納豆を取り出し、お箸でよくかき混ぜる。ネチ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 かき混ぜる。この時納豆は目覚めます。ふふ、あたしいよいよデビューするのね。そう思えばこれまで長かった愛と涙の日々だった。納豆さんは最初から納豆だったわけじゃない。ふるさと畑を後にして、大豆は修行の旅に出る。じんわり蒸されたその上に納豆菌をが振りかけて、優しく包まれ眠ります。すやすやすやっと眠ります。目覚めた時には生まれ変わるの。ほらほらあたしは糸引き納豆。納豆をおいしく食べるには、ハッハッ。